けど、やったことはないです。ない？今日はね、なんと、スーパーバニーマンを友達に広めよう企画第3弾ということで、あなたが3人目の被害者です。お断りします。ということで、はい、やりましょう。はい、初めて、ほんま初めてなんだね。全部ロックかかってる。ほんとに初めて。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。もうね、私もうスーパーバニーマンキャリーして3人目なんで、任せてくだってよ。ほんとにプロゲーマー、はい、もしかしてプロゲーマーのゆきぶやさんですか？あ、わかっちゃいました。ユニトーン買うのやめてこない。隠してたんですけど。あ、ほんとに恥ずかしいな。じゃあ今日はちょっとキャリーお願いします。任せてくださいよ。いきますよ。これでワンワール、そう、蹴る、そう、ジャンプが、なるほど、蹴るとジャンプができる。蹴るとジャンプ、なんかね、体が変えて揺れるから、その角度によって蹴れば、その方向にジャンプできる。だから真上とかに、こうね、あ、ゴールしてった、あの人。ちょっとこうねって言いながら、ちょっとプロゲーム早くして。早く、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。先輩を冒頭から置いてくのは良くない。あ、ちょっと待って、先輩キーボード操作慣れてない。ちょっと待ってくださいよ。よいしょ、いける、はい、いけるよ。キャリーして任せてよ。これで、さあゴール入らずにゴールの向こう側行ってみ、うん、向こう側、向こう側飛び越えるんや。吸い込まれてた。ちょっとって言ったんだけど。このね、ウサギのゲームは欠かせないアイテムで、人参を取らないとステージ開放がそのうちできなくなるんですよ。へえ、大事なの。だからここのゴールを通り抜けて、超えてってみ、奥に多分人参あるから。ちょっと待ってね、いけるかこれ。飛び越えるんだ、ゴールを超える。いいよ。でも基本操作覚えるのすごい早い、さすがだわ。いいねいいねいいね、初めてとは思えないくらい順調に進んでいってる。うん、ここがあれす、うんうんうん、多分この下にあるんじゃないかな。人参あるね、行こうぜ。あ、あ、これどうしたらいいの、これを掴んで、掴むの、そう、落ちないように、掴むの、そうだよ、掴むのもずっくない。頑張れ、これいけるか、ほっ。うわー、これちょっと厳しいね。頑張れ、いいよ、ゆっくりで。本当に、うん、ほっ、あ、いいよいいよいいよ、ほっ、あ、オッケーオッケーオッケー、ナイス、一発じゃん。おいしょおいしょおいしょ、いいよおいしょ、いいよな、いいほっ、あ、うまい。ここみんなここ最初後ろ飛べなくて苦労するのに。マジ？うん。あ、でも結構むずいなこれ。そうやろ。戻ってくるんだな。おい、どけよ、早く行けよ。じゃあ行かないようにさ、行かないようにさ。え、こっちなんかあんの？多分あると思う。確かそっちにあったはず、人参。あ、じゃあ次ちょっと皆さん取ってくる？あ、いいよ。でも私はね、もうね、私に任せちゃったらね、サクサクすぎて面白くないかもしれないよ。本当に。でも私も結構これサクサクいってるけど。じゃあここでちょっと、はい、見とくわ。はい、はよ来て。なんで私試されてんだろう。ちょっと待って。緊張してきた。緊張してきた。どうどうどう。あ、いい。あ、いい。あ、いいでしょ。いいですね。これで向こうに。そう。俺を発信するんだ。そういうこと、そういうこと。オッケー。あ、やばいやばい。俺はいいから、早く行け。人参、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 あ、落ちる、落ちる。いや、いや、いや、あ、人参離さない、人参離さないで、ちょっと待って、おでこ、これ、おでこ。人参よりも目処が大事なんだよ。ありがとうな。この恩はきっと。死ぬな。返せなかったようだ。ちょっと私のこと。初めての人が怖がると。待て、諦めた。はい、連れてって。え、そういうこと？分かったよ。あ、これいい、これいいのでは。これいいよ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。死ぬ時も一緒だよ。やだな。やばい、ちょっと。やべ、出てるぞ。本音が出てたぞ今。待ってよ。つかん、つ
掴んでくれた時さ、こっちの掴みボタン離した方がいい？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、いいよいいよ。ちょっと待ってよ。首折れる。頼む。楽にさせて。お前の顔よく見せてくれよ。やめてくれ。お前の顔よく見せて。俺はお前の顔が見てんだよ。あ、じゃあダメかな。ちょっと待ってよ。お前の顔が見てんからよ。お前の顔。私がストッパーしててあげるからね。お、いい、うまい。うまいよ。ちょ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 、動いて。早よ行け。よいしょ。この坂どうやって登んだ？ジャンプか。ジャンプの方がいいよ。待てー！危ない。悲しそうな声出た。よ、おいよ。大丈夫？刺さってなかった今私。ギリギリ大丈夫？大丈夫。なんか血めっちゃ出てるけど大丈夫？これ気のせい、気のせい、大丈夫。行くぞー。どこ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 。おっとい、押すな、押すなよ、押すな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 よ、押すなって、押すなって、押すなって、やめてやめてやめて。近い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 。その距離ダメ、その距離ダメ、その距離は倒れていけるって蹴るな、その距離で蹴るな。そこそこ、ダメ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 。ちょっと血出てますよ、血出てますよ。黙っててくれていいですかね。ごめんなさい。すいませんでした。いけるいける。どっちかが死ぬ可能性があるって。ああ。よ。ほっ。あ、うまっ、うまっ。君、ウサギのプロゲーマーになれるよ。本当に？うん。ウサギのプロゲーマーに興味ない？ないな。ナイスー！イエーイ。いや、うますぎる。いいよ、もうすでにゴールの音よ。あ、はい、おお、ビヨヨヨヨヨ。さあ、君も来るんだ、気をつけろ。上、あれあんじゃん。そういうこと、そういうこと。うん、ビヨヨン、そういうこと。ビヨヨン。あ、うまい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 。ビヨヨン、マジでマジでうまいわ。もうなんか、あんま動き変わんないもん、私と。だから、それは褒められてるのか。褒めてるよ。どういうことだよ。なんで深読みした今。ちょっと言葉の裏を読んでしまったよ。あ、こうやって回避しつつよ。ビヨンを回避すんのこれ。ビヨン飛ばなくてもいいよ。でもこれちょっと待って、どうしよう。飛び越えれるよ多分。あ、いいよいいよ、ついでに私を助けてってほしい。いけるっしょそれ。自称だけど、あんまりそこ触れないで怒られる可能性がある。クソ、私だっていける、いけるんだ、いける。あ、という感じで、いやー、エレコちゃんうまかったね。もうこれで私も立派な公式プレイヤーの自称なのでは。確かに、もう私と全然動き変わんなかったもん。君センスある、将来性がある。本当に、うん、君もこれからウサギのゲームどんどんやっていかないかい。お断りします。